ザ・フォロイングは2013年から米フォックス放送で放送されていたサスペンスドラマシリーズ。米国ではシーズン1が2013年1月から4月まで、シーズン2が2014年1月から4月まで、シーズン3が2015年3月から5月まで放送され、その後打ち切られた。日本ではワウワウでシーズン1が2013年7月9日から、 毎週火曜深夜に日本語吹き替え版で放送された。シーズン2は同じくワウワウで2014年7月8日から放送され、シーズン3は2015年10月13日から放送された。アクスンでは2014年11月からシーズン1の放送を開始。ケビン・ベーイコンのテレビドラマシリーズ初主演作である。ザ・ホロイングは元 FBI 捜査官。 ライアン・ハーディと彼が再び刑務所から脱走したシリアルキラー上キャロルを再逮捕しようと試みる内容で展開する。ハーディは間もなくカリスマ性を持つキャロルには彼が教授時代にあったり刑務所であったりしたことで彼に好意を持つ人々がおりキャロルによって狂心的な殺人カルト教団員に洗脳されていたことを知る。キャロルの息子上位が 父親のフォロワーによって誘拐された時、FBI はこれはキャロルが留置場を脱走し、ハーディを侮辱し、キャロルの元妻のクレアを殺すための壮大な計画の第一歩であったと知る。その後、多くの犠牲を生みながらも、ジョイとクレアは救出され、ハーディと一騎打ちとなったキャロルは火に巻かれて、死亡、教団も崩壊する。すべてが解決したと思われた矢先。 ハーディと暮らしていたクレアは、ハーディの目の前で、ハーディの隣人で、実はフォロワーであるモリーに残殺されてしまう。キャロルの死と教団の崩壊から1年後、ニューヨークの地下鉄車内で、キャロルのマスクをかぶった3人組による無差別殺人事件が起きる。キャロルの教団による犯行と判断した FBI は、ハーディに事件の捜査に加わるように依頼するが、ハーディは、非協力的な態度を示す。 実はハーディはかねてよりキャロルが実は生きているのではないかと睨み、命でニューヨーク市刑の刑事であるマックスと共に教団の残党を密かに追っていたのだが、クレアの復讐を果たすためにあえて単独で捜査を続けていたのである。ありがとうございます。